ジルチアゼム塩酸塩は血管拡張薬の一つである。ジルチアゼムは CA2 チャンネルの開口を抑制することにより、血管ヒラナメスじ細胞へのカルシウムイオンの流入を抑制し、血管を拡張させる。血管拡張作用は冠動脈抹消血管であり、日本では1974年に強心症治療薬として開発されヘルベッサーの商品名で発売された。 その後1982年に高血圧の適用を取得している。田辺製薬により合成、開発された。合成時の原料の一つとして、アニスアルデヒドを用いている。構造上は、ベンゾチアセピン誘導体であり、ジヒドロピリジン誘導体のニフェジピンアムロジピンや、フェニルアルキルアミン誘導体のベラパミルと基本骨格が異なるが、 電位依存性 L 型カルシウムチャンネルの α1、サブユニットに結合し、カルシウムチャンネルの開口を抑制するは同じである。血管拡張とともに心刺激生成、電動系の抑制作用を有する。刺激電動抑制、血管拡張の比は、フェニルアルキルアミン誘導体、ベンゾチアゼピン誘導体、ジヒドロピリジニ誘導体の順である。PSVT の頻脈停止作用は、 防湿結節でのリエントリー抑制による作用。AF 患者の頻脈停止は、防湿結節での電動遅延作用によるもの。ホラ製頻脈停止は、ホラ結節での刺激性性抑制によるもの。公共心症薬、抗不整脈薬、抗圧薬として使用される。日本国内で開発され海外展開された、パイオニア的な薬剤である。安倍久治、長尾拓羅。 エンサンジルチアゼムの開発研究薬学雑誌108-716アニスアルデヒドファインケミカル2009年11月号 P811 柳沢照之目で見る循環器病シリーズ13循環器病の薬物療法 CA 機構薬の分類と作用機序ピアニッシも132から143メジカルビューシ1998年 ISBN4 から 895537447C3347 中村元海、平野利夫編、カルシウム気候薬基礎と臨床全面改定1986年医薬ジャーナル社。ありがとうございます。